この辺はもう大本命ですね。人のね、不幸で。はい、どうも。今回はですね、今年これから結婚する有名人、離婚する有名人、こちらをね、予想したいと思います。もうかれこれね、2月これからの話なんですが、まだまだこれからね、出てくると思いますので、発表いたします。さあ、まずはですね、今年これから結婚する有名人。まずはこちら、深田恭子さんと、会社の社長さん、日本代表の田中碧選手に、鈴木愛理さん。まずこちらですね、本命中の本命と言ってもいいでしょう。もう年内あるんじゃないですかね。間違いないと思います。まだまだどんどん行きます。続いてはこちら、竹内涼真くんと、三好彩香ちゃん、川口春奈ちゃんと交際噂されてる、格闘家の方ですね。藤田ニコルちゃんと稲葉優くん、お付き合いされてるんじゃないかという3組プラスで、一応ここにね、ちょっと何らか他にも、ね、まあ城田優くんだったり志尊淳くんだったり、まあ内田理央さんだったり佐藤健くんだったり、ちょっと相手は誰かわかりませんけども、まああるんじゃないかなという感じで、まあ、年内あるんじゃないかなって予想いたしました。本命の中の本命でね、続いてるであろう3組と、あとまあこのあたりもね、ひっそりとどっかで愛を育んで年内ゴールインするんじゃないかなってことでね、立て続きに予想いたしました。さあ、まだまだね、今年これからね、結婚するであろう有名人、最後はね、こんな方々も予想いたします。剣道小林さんに、オアシズの大久保さん、チュートリアルの徳井さん。このあたりもね、芸人さんの中ではね、もう独身大御所ではありますが、結構昨今のこの笑いの世界というのもね、まあ、いろんな方が、ええー、っていうようなことがね、もう多々ありますから、この方々もね、年内あるんじゃないですかね。まあ、本当ね、果たしてね、この、今、予想した人たちの中から、一体、何組のカップルといいますか、結婚する方々が出てくるか、引き続きね、注目していきたいなと思います。以上が、今年これから結婚する有名人の予想でした。さあ、続きましてはですね、今年これから離婚する有名人。ちょっとこれはね、そんなにいないんですが、一応予想いたしましたので、発表したいと思います。私の予想はこちらです。まあ、何かと今話題になっておりますが、去年の暮れから今年にかけてね、まあちょっとニュースだなんだにもなってますけども、ね、ほんと手堅くな感じにはなっちゃいますけども、まあ多分年内、あると思いますね。まあそもそもちょっとこう今どうなってんのかなっていうのもありますけども、ちょっとこう手堅くこの方がね来るかなと思います。元 AKB のね、篠田麻里子さん、今年これから離婚する有名人ということで、予想させていただきました。まあ正直ね、ちょっと人の不幸でね、こう語るっていうのはちょっとやっぱあまりなんかこう、まあ予想はするけども、それに対してやっぱちょっと一喜一憂するのもなーってのちょっとあるんですけど、今年これから離婚するであろう有名人は以上です。以上とさせていただきます。さあ、というわけでね、今年これから結婚する有名人、離婚する有名人の予想を終わりたいと思いますけども、あんまでもやっぱ、まあ、結婚するね、予想についてはすごくね、ポジティブなことで、まあこれからほんとね、まあさっき挙げたね、方々が、の中からね、何組、ほんと、年内あるのか、まあゼロって可能性もあるでしょうし、まあ離婚に関しては本当にたびたびですけど、ちょっとやっぱりディープだし、夫婦間ってのはやっぱりね、こう当事者にしかわからないってことがやっぱ多いですから、その辺はね、第三者がね、しのご行ったりとか、僕みたいなやつがね、こう、予想だなんだで、一喜一憂ってやっぱりなんかちょっと違うなって感じはするんで、他になんか思いついて予想したかった、してもよかったんですけど、やっぱちょっとまず頭によぎったのが、まあ、彼女だったんで、まだ彼女以外にじゃあって言われたら、なんかそれはそれでちょっとこう気が引けるというかね、離婚については別にもういいんで、これからね、今年どれだけのね、有名人の方が、結婚するのかってのもね、ちょっと楽しみにね、世間に対するね、アンテナを張ってね、見ていきたいと思います。私ですか？
どうですかね、まあ、ちょっとね、なんとも言えませんけどね。というわけでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では今日はこの辺で失礼いたします。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。またぜひご覧ください。世界陸上メイン MC は、この二人だー。